はい、どうも、こんにちは、こんばんは。おはようございます。ハルです。ダークソウルですね。よろしくお願いします。さて、ここまで来ています。コメントありがとうございます。おい、やめろ、ハル。まず免罪をしろってね、コメントいただいたんですけども、ハル、全然ね、勘違いしてて、いや、別に免罪なんかしなくたって、ね、クリアした後、セーブ地点からやり直せばいいじゃんって、ね、思ってたんですよ。本気で。無理ですよね。普通に無慈悲な2周目に突入してしまうはずなんで、今それをね、言われて気づいて、まあそうすると、そのバッドエンド的なものは見れないですけど、下手をするとグッドエンドがね、見れないまま終わってしまうっていうことがありますので、先にね、免罪しておきます。まず額を見ましょう。あれ？どういうことだ？いただいたコメントだとね、ユリアの商人は免罪の対象であったはずだし、R は確かに一撃でね、仕留めたはずなんですが。ね、奪った打倒で混沌の刃なんて作ってしまったがために、60万じゃねえ、16、7万ソウル払う覚悟でここまで今来たんですけど、ね、そのために、ね、この辺のソウルも、使って、俺に力をくれって言いながら、なんかもっと力をとか言いながら、まあ、そんなに耳を揃えられても揃えられなくても美味しいかなと思ったんですけど、意外な結末を、意外な結末っていうか、ちょっと意外でしたね。あれ？っていう。どういうこと？ どういうこと？これ。バージョン1.0だと、1.0なのかな？ 1.01 なのかな？まあ、初期バージョンだと、ユリアの商人は免罪対象ではないってこと？ってことは、まあ、やつは、万が一殺してしまっても、何の価値もない、価値もない。 どういうことこれ。一応会話しとく？ I'm distracted by greed. どうしてくれんのこれ。 ごめんね。どうやら大丈夫なようですね。黒い森の庭で若干ソウルをね、貯めたのですが、それも無駄になってしまいましたね。俺の数十分返してくんねえかな。じゃあ、とりあえず、行きましょうか。あと他のコメントもね、ありがとうございます。どうもね、この、混沌の刃なんですけれども、これはね、これはプラス10まで行くらしいです。もうこれもう分かんねえな。どれが行って、どれが行かねえのかっていうのは、ちょっと俺にはもうさっぱり。なので、何がそうで何が違うのかがね、結局分からずじまいでしたが、ちなみにこの王の器ってプラスいくつの設定なんですかね。プラス9なのか、プラス5なのかな、プラス5っていうか、5までしかいかないのかな。ごめんね。またここまで来て、俺、前のコメントでもあったんだけど、いきなり予定をさ、変更しちゃうんで、ここまで来てもボス戦行こうかなと思ったんだけど、俺、もうちょっと混沌の娘さんとさ、お話ししていいかなって。 今ね、今思いついちゃって、まあ、さすがにね、エコーナイトとか、ソウルレベルのゲームじゃないんで、これ、やり直せる自信もないんで、ちょっと会話して、その、お話が終わればっていうか、会話がね、終了すればいいかなと思うんですけど、もし同じ会話だったらね、それはそれで全然構わないんですけれども、ちょっとお話ししてみていいかな。俺、この人しかいないからさ。Sister,
これだけか。Goodbye, Quayla. Do be safe. はい、どうも、長らくの時間ね、取らせて申し訳なかった。とりあえず装備はこれでいいですかね。緑化で、まあハンマーをどうするかだな。おそらくもう最終戦でしょ。免罪しろってね、それくらい言ってくれたくらいなので、もうおそらくやつを倒すと晴れてエンディングなので、パートは82で終わるはずですね。ここから俺が1時間ぐらいぶっ殺されなければ、1時間ぶっ殺されても、ぶっ殺されるのは5秒ぐらいなんで大丈夫か。1時間死んでもエンディングムービーが40分とか30分撮られなければまあ大丈夫だろう。とりあえずなるべくはカットはね、なしでいきたいんだけれども、コメントの方がありがとうございます。あ、グインをね、すごい、まあ、グイン王だけじゃないんだけどさ、黒騎士とかでもさ、ほんとムカつくくらいさ、かっこいいんですよね。死んだ、こちらがさ、死んだ後、その悠然とね、のそのそと、帰る様、非常にやっぱかっこいいですよね。ちょっと待ってね、なんか黒騎士の盾を使うとか言ってなかった？で、大竜が、まあ、本当はスモーハンマーの方が強いんですけれども、まあ、ガード、まあ、ガードもするかな、わかんねえな。ちょっと死にながらね、よいしょ、2、3戦は死にながらちょっと覚えるしかないと思うんでね。ただ問題は R の場合、1戦目がね、一番うまくいくタイプのね、人間っていうのはもうお分かりいただけたかもしれないんですけれども、すごいこれ塊、こっちで稼ごうかと思ってやってたんですけど、すぐね、塊がいとも簡単に手に入る、これは何なんだろういとも簡単にね、手に入るんでびっくりしてるんですよね。もうここでその武器を強化したりはできるのかもしれないですよね。もしかしてあれかな、プラス10。おい、そこはな、そこはまずいだろ。おい、ちょっとずるいずるい、着地キャンセルでのその攻撃ずるい。あれですね、多分赤くさび石が混沌武器を強化するって書いてあったんで、もしかしたらその混沌の刃をプラス5からプラス10までに、進化させるのは、あー、ここからか。あれ俺休まなかったっけ。あー、ここで最後休んだのか。やっぱカットですね。すまん。はい、じゃあ行きましょうか。とりあえず強化はするつもりはないですね。もうレベルがいくつ、80いってないか、76、パートは82なんで、軽くね、レベルとパートと差が開いてしまったんですが、別に何か気にしていた、ね、わけではないんですけれども、まあ、76ってどうなんですかね。76もありゃ十分でしょう。でもこのゲームの最高レベルが分かんないけど、仮にね、100だとしたら100に行く必要はないでしょう、おそらく。これ糸も簡単にね、これ1200ソウルと塊手に入るんで、楽っちゃ楽なんですけど、ちょっと敵のね、数が少ないんで、総ソウル数、1回のマラソンでの総ソウル数は、黒い森の庭の方が多いんですよね。でも別にソウルももう回収しなくて、ああ、もう怖いな、こいつ。着地をキャンセルするんじゃないよ。でもこいつらの筋力は、優に40は超えて80くらいあるんじゃないですかね。一撃ですからね。まあ、こっちのね、防御が全裸っていうのはまあ第一の問題なんですけれども、おそらくでもそのハベル装備とか相当重装備じゃないと一撃耐えられないんじゃないかなと思うんですよね。万が一カウンター扱いで死ぬというかね、攻撃くらい、危ない、攻撃食らうと多分ひとたまりもないんじゃないかと俺は思っているんですが、まあ攻撃をさせる。あー、あ、ここで痛恨のコマミス。ひるまねんだよな、まるで。だから場所が、あ、ちょっと厳しいな、これん
まったく下手くそすぎてね、涙も出てきますよ。何本か黒騎士の剣、手に入れてますが、まあ使うことはないでしょう。黒騎士の剣、黒騎士の剣、難しいんですよね、使い方が。あのため攻撃がね、やっぱあまりにも時間がかかりすぎる。スモーハンマーと同等くらいですかね。そういや、この黒騎士の斧ですか。おお、すげえ、めっちゃかっこいいんだけど。だけどさ、かっこいいんだけどさ、あの知らない技をね、後から出す、出た黒騎士の斧、これがねとっても強いらしいです。運よく手に入れられましたね。これも人間性のなせる技か。あ、でも標準だぜ。おおおおお、ちょっと振りがめちゃ、あの今までで一番かっこいいんだけど。え、マジかよ、これ汚ねえな、このかっこよさ。お、それもあれ なぜかこれ今までのバトルアックスと違ってさ、あー、ちょっとバカかっこいいここに来てさ、かっこいいポーズさせないでくれる、揺らいじゃうじゃない。でも標準武器でしょ。そう、でも標準武器でしょっていう風になっちゃうんだよな。あー、リーチが足りない、死ぬ気がする。ちょっとね、2、3日、その次怖いんだよな。あー、そろそろ落ちるよこれ。あー、あ、痛恨のコマミス押したところで、まあ、スモーハンマーだと致命的なんですけど、まだね、この大龍河とかあのグレードクラブだったらまだまあ許されるかなっていう感じの振りなんですよね。黒騎士が何だって、これで500でしょ。まあ黒騎士の大斧が300、まあこれでプラス値どんどん上げていけばさらに進化するんですかね。あ、でも混沌のデーモンと対峙するためだから、俺混沌の、ね、暗黒騎士だからダメだこれ、ごめんね。さて、ガードする、自分に今通ってんだけど、なんかガード、まあいっか、ガードしてまずどれくらいになるかですかね。とりあえず装備はもうこんなもんでいいでしょう。緑化を 何か別のものにする可能性はありますけれども、まああるとしたらこれだけどね。じゃあ行こうか、とりあえず。もう俺にね、残された罪はないんだ。おお、キック、あのさ、その前蹴りもめちゃくちゃかっこいいんだけど、でそれなんだろう、パンチかな、なんか掴み攻撃っぽいですよね。このゲーム結構エグいですからね。あの、ちょっと待って、振りが速くてガードが間に合わないっていう。あ、削られてる。あ、分かれた分かった。これガードをしない方がいいですね。ガードは無意味です。黒騎士の体験、これも来ましたね。かっこよさそうです。でも、やっぱり混沌のデーモンと対峙するための武器なんですね。なかなかいいですね。さすがに重そうだな。この黒騎士たちと一緒のその振り方になるんですね、すべて。で、驚くのはさ、天元突破、驚くのはさ、これ全部モテるんだよねこれまあハベるってるからね、ハベってるからそうなんでしょうけど、いやすごいね。ここに来ての黒騎士装備ってなかなかいいですね。俺がな、混沌の暗黒騎士でなければいろいろね、あの装備をしたんですが、と言いつつも全く混沌の刃使う気配は見られないんですがね。どうなんですかね、あの混沌の刃プラス10と打倒かな、打倒プラス15だとどっちがあの単純にダメージを与えられるんですかね。まあそういうのはステータス、まあ攻略サイトでもいいしね、ステータスとか見れば。ああ、でもあれだな、修正とか加えられてるから多分装備とかの修正もねあるんでしょうから、
この初期状態とね、最新バージョンだとちょっと違うかもしれないけど、だとプラス15だと能力補正がね、15だと足速いよな。能力の補正がね、15だと、11からか、11以降だと、補正がね、B から多分 A に変わっているはずなので、そこでの補正で多少変わってくるのかな。そうすると、その技量とかの、ああ、かっこいい、槍もそういうやつ、技巧派ですね。意味ないんだよな、ガードなんか。まあ、対人戦においては多分ガードはね、不可欠だと思うんですが、さてどうします。そうすると今ガードつかスタミナお化けになってますね。何にもねえからな。でも炎宝石とかつけとく。なんかでも一回食らうともうね、逃れられることはできなさそうですけどね。おまけにまず小手をねかわさないとどうにもならない。今なんかうまくね避けられてるけど、で走って、あーそこ溜めてくる。あーほら、夏亀攻撃やってくると思ったよ。邪魔だなこれ。端っこで戦った方がいい、何にもないところで。まあ今お互いそうだけどね、遠い距離からいきなり迫ってくる攻撃っていうのは結構厳しいですよね。で問題がね、いろいろありまして、まだねグイーン王に人たちも浴びせていないんですよね。こちらが良くないですね。とりあえず一撃浴びせてな、どれくらい食らうのかも確認しないといけませんね。ああ今どんだけ食らった？ 800 ぐらい食らった？回復する間はないですね。隙があんまりないかな、殴った後に。一応全員抜けることは可能ですね、攻撃を。でもこの後無理かな。今食らったのか。今なんかひるんだだけかな。引っかかるんだよな。足速いし。走ってくんのか。ダメだな。つかみ攻撃の後の隙で一撃は食らったのか今。400はちょっと弱えな。はい、そういえば他のコメントでもね、いただいててありがとうございます。腕のダメージ、剣よりも腕のダメージの方が、強くないよっていうことなんで、張り付いてれば、密着してればね、いいんじゃないかっていうコメントもいただいてます。なんだかあるもそんな気はしてきたんですけども、結局ね、一番相手の嫌な距離で組むのがね、いいと思うんですけど、密着する腕のダメージって何ですかね。蹴りのダメージとは違って、その投げ技なんか俺即死っぽい気がするんですけど、でも結局ね、2撃3撃連続して切られると死ぬんでね、一回投げ技だけをね食らって死んでみてもいいですかね。ちょっとダメですね。さてどうしましょうかね。作戦が全然ないんだよな。その腕攻撃の後に、でも無理だよな。なんだ今何に俺ってんだ。なんか剣撃かなんか、その炎かなんかでひるんでんのかな。これ喋り出して3、ね、5秒くらいで終わっちゃうからな。他に戦い方といえば、久しぶりにあれか、オンスタさんの時みたいな戦いができるかな。壁をね、これやっぱつかみだけ赤だな。多分隙がありそうなのは、やっぱそうだな、これしかなさそうだな。た
めんのムカつくなこいつ。1、2、3で、うん、飛んでくるのかな。あー来るね。はい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 。で、あー余裕のあの壁抜きしてくるね。で、だ熱風かなんかで吹っ飛んでんですね。はい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 。あーはいはいはい。熱風にはそのダメージ判定はないと、ただ若干の暗い判定だけが残ってる感じか。ちょっと見てからじゃ間に合わないな俺。あーでもな、早めに逃げようとすると、ね、人たちを食られますね。気分、うん、運ゲーですね。結局運ゲーとしか言えない俺のね、浅ましさ許してくれ。でもなんかありそうだな、一撃目がね当たらないんだよな。持続が長えんだよお前の攻撃も。どうしましょうかね。逃げてばっかだとやっぱりちょっと人たち目があっちょ危ねえからな。ここでね、ここで一撃目でね、とんでもない攻撃飛んでくるんで、それが嫌なんですよね。ため攻撃もしてくるし、で突き攻撃も長えし、ダメですね、ちょっとこのキャラ。リーチもめっちゃ長えし、これね、これ避けられないんだよな。で、3撃目で、あ、避けていく、後ろ取られる。なんか避け方に問題がある気もするな。4撃ずっとね、全身で逃げられるんじゃないかと思ったんだけどな。まあ、万が一の回復はいくらでもできそうだけどな。これ突き攻撃がなければ、うんだな、溜めてくんだよな。これがこれ避けらんねえな。ちょっとそうすると右避けの方、あ右避けじゃダメだな、左避けだな。はい、じゃあ作戦の変更といきましょうか。こんな感じですね。まあ、装備が変わってるだけなんですけれども、まあ、盾をね外しました。どうせガードしないんで。で、まあ、今までガードしてる理由、盾ね持ってた理由がスタミナの回復を目的としていたんですけれども、どうもそういう長期戦をやってるとやっぱ俺が死ぬと、一撃二撃三撃ぐらいで決めたい、決まらないけど、そういう時にじゃあどうするぞと、これしかないと、悪い海洋様これしかないと。全然試してないんだけど、今の今更ね重装備という感じでもないし、一撃目はね絶対避けられるんで。で、あと何度かね試した結果、こう連続で回避してれば割とその回避自体はそんなに難しくない。オーブラ登ってた登ってた。あとどうするかですね。とりあえず攻撃を、できないな。402か、402じゃ結構きついんだよね。1で距離が遠いと連続攻撃をしてこないと、距離がね近ければ4連続攻撃とかもね ありえるんですけれども、これで一撃じゃないと。いいぞこれ、これで900、うん、いいっすね。で、ひるむんですよね。あとはね、相手の
あ、ダメだ、敵の振りが早いから、あとカウンターを狙えば、うまいことね、かなり高ダメージは望めるんで、まあ、それを狙っていければ、お互いにカウンターで、こっちがね、一撃で死ななければいいし、これ、相打ちだとどうなんですかね、最後。そこも気になるんですけど、これでもあんまり勝てないようだと、まあ、他の作戦も考えてます。